博多人形は福岡県の伝統工芸品の一つ。福岡市の博多地区で作られてきた。現在では博多地区外でも多く制作される。経済産業大臣指定伝統的工芸品の一つ。侵略者を懲らしめる鎌倉武士、原稿資料館さぬき神の人生発祥には諸説があり、闘志の中の苔。 博多銀音山笠の小堀流れ山笠人形の流れを組む白水や河原食人の正木宗七の三節が有力とされていたが現在では学術的研究が進み1600年代に博多の町で当市を営んでいた中の小屋より転業した中の小屋すひ吉兵衛親子と小堀流れ山笠人形の流れを組む白水家との複合的要因が最も有力と されている。中野子の名字由来にはこれまで小説あり、現氏の流れを引く残党の一部に三人の兄弟がおり、この兄弟の真ん中の子が中野子を名乗った伝説による党としている書籍や、それに準じた引用を行っているウェブサイトがあるが、これらは歴史的根拠もなく、間違った記述である。中野子屋の歴史は古く、中世に瀬戸内海の豪族である、落ち、 孔の通継ぎの四男、通り生の子で、母方の中の子生を名乗ったことをそとする。中の子は、本来、中子と書き、中の子という名字はそれより、以前の八百年代より、山口県二股神社の歴代偶司である中子氏として知ることができる。この偶司系である中子が、落ち、孔の家につぎ、その子が、 人弁の取れた中野子を名乗ったというのが現在の通説とされている。中野子、中子、中野子、中子、中幸子といった読みが中野子になる名字は一類同族であると古文書に記されている地区山本河野家警府第三石神社古文書。1400年代から1500年代の記録は少ないが1600年からの記録が段下である博多。 早急寺の過去帳に残されている。それによれば、初代当主として、中の古長衛門が下祇園町に住んでいたことが記録されており、陶器等を作っていたものと思われる、早急寺、過去帳早急寺。大城寺前町に住んでいた八大当主中の子長衛門が、幕府の規制により、長男、九大長右衛門に、家業の当主を継がせ、次男、 長四郎には土産品向け戸人形の制作を行わせたことが、博多人形の祖である、博多素焼き人形の起こりである。その後、安兵、吉兵親子が制作した土産品向け戸人形は広く、博多の町に広がり、諸国貿易も盛んに行われるようになり、指定関係による同業者が増えていった。1821年頃のことである。1890年に、 第3回内国官僚博覧会が行われ、その際に出品していた、博多素焼人形が好評を博し表彰されるが、この表彰状に、博多人形とだけ記されていたため、これが公に広まり、博多人形の誕生となる。よって、博多人形の誕生は1800年代であり、約200年の歴史がある。また、中の小屋の陶器製作までを含めると、 約400年の歴史ということができる。1976年に人形の部で伝統的工芸品として通称産業大臣の指定を受ける。中の苔直径の人形師は現在、現代博多人形作家の中の子ときこ、元高古形博多人形作家の中の子、勝美、み、よしみがいる。他に中の苔には博多人形とは異なる。 独自の色焼き込み人形である中の小焼き人形が中の小吉三郎の時代より伝わっているという。色焼き込み人形は人形が生地の状態においてすべて彩色されており、素焼き温度よりもはるかに高い温度で焼き付けることによって焼き上がりの状態で完全な発色が完了するものという。年間一本数本の供給しかなく非常に価値の高い作品であるという。 正木家は1600年に、正木宗七が、福岡藩雇用河原市として、博多の地に移り住んでいる。中の小安兵衛、吉兵衛の住む下祇園町とは、隣同士の町に住むなど、技術協力があったかのように推測できるが、正木家は河原土を使用した河原及び、焼き物を作っており、その技法は、宗七焼きと呼ばれる、和子宗伝の技を妙とするため、禁止である、 博多素焼き人形との技術協力があったとは考えられない。よって現在では、正木屋及び宗七焼は博多人形に多少の文化的影響力を持っていたと推測されるものの交流は全くなかったと考えられている。正木屋及び一子総伝の宗七焼は1873年に没した六代目広持によって途絶えている。 現在の博多人形作家の指定関係の中に、正木家の流れを組む者はおらず、また、正木家において、博多すやき人形及び、博多人形が焼かれたという記録、作品もない。白水家は、小堀家の流れを組む家である。小堀家は、京都の細工人形師であり、現在より500年以上前に、博多串田神社境内に移り住み、山笠人形の制作を代々行っていた。 串田神社に移り住んでから代々、小堀家は山笠人形の独占制作を行ってきたが、明治維新とともに、その制作権も自然消滅し、十三代目、善之助の時、山笠人形の制作を廃業して、菓子屋業に転業した。なお、博多祇園山笠で用いる山笠人形は、博多人形師が代々制作していたものと思われているが、実際には、 小堀家のみが独占的に制作を許されたもので、他のものによる制作は許されなかった。その小堀家細工人形の流れを組むのが、初代、白水二作で、白水系直径の人形師は現在、現代博多人形師の白水秀明がいる。指定系譜に見る、白水六右衛門、白水映像、白水六三郎系とは別系統。博多人形は、1890年の、 第三回内国官業博覧会と1900年のパリ万国博覧会に出品され、その名は国内のみならず、海外でも大変話題となった。現在、東京大学総合研究博物館には、パリ万博で話題を集めた博多人形の技法を用いた世界人類風俗人形が収蔵されている。これは、1910年から1913年に、 かけて制作されたもので、かつては開発者である、井上聖介の名を付して、井上式地歴標本と呼ばれていた。井上は、東京帝国大学の人類学教授、坪井正五郎や松村明などの当時の第一級の学者を監修者に仰ぎ、復職の歴史や民族の才を学ぶ人類学や民族学などの教材として人形を開発した。同種のものとしては、 日本帝国人志模型がある。世界人類風俗人形は、極めて彩色豊かに聖地に作られており、当時の売価は1体あたり1円50銭ほどで、あったという。井上聖介には、中の小屋より中の子、吉兵衛の孫、中の小菊が嫁入りしており、この際に中の小屋から、多くの人形型や技法が、井上聖介に渡った。博多人形は、素焼き土人形である。 古い時代の博多人形は以下の工程である。粘土で原型を作り、原型を乾燥させる乾燥した粘土を板状にした柔らかい粘土で覆い、型を取る型の粘土を調整する調整した粘土型に柔らかい粘土を押し込み、複製を作る複製を調整する貝殻を細かく砕いて作った5分の中につける彩色紙、完成一方、現代の博多人形は以下の工程である。 粘土で原型を作る、生乾きの状態の原型に石膏をかけ、石膏型を取る石膏型に粘土を押し込み、複製を作る複製を調整する五分、または化学塗料にて白く着色し、その後、彩色をして完成。蒸気後の中で化学塗料を使う工程は本来禁止されていたが、昭和初期に主に輸出用として人形を作り始めた際、大量生産をする過程でどうしても、 五分彩色が不可能になり、工程として許可された経緯がある。現在では主に数百円数万円程度の博多人形には、価格塗料が数万円数十万円の博多人形には、五分彩色が行われているが、伝統を守るという意味では、五分彩色の博多人形こそ、本来の形と言える。その他に、カテゴリー分けとして、固形博多人形と、 現代博多人形の二つがある。古形博多人形は主に中野古吉米時代の面影を残す中野古型と呼ばれる伝統的な造形を特徴とするもので中野古型から派生した今宿人形や艶崎人形もこの形を基本としている。土型が主流であり、一部は博多人形素形として福岡県民族文化財に指定されている。現在では 中野子勝美が制作した人形が一部で流通している。現代博多人形は中野子吉三郎が初代組合長を務めた現、博多人形商工業共同組合の組合員で構成される人形師が制作する人形で石膏型を用いた造形を特徴とする人形である。博多人形は前述の通り直径としての中野子や及び白水家の二つから起こっており、 その他に師匠を持たない冒険がある。中の小屋は、初代投資中の師長エモンを祖として、現在14代目だが、博多人形のおこりを祖として6代目である。白水家は、初代、白水二作を祖として、現在7代目である。なお、人形師系譜を見ると十大代投資長、四郎の弟子に、白水六エモンという名を見るが、これは、中の小屋の弟子であり。 ここに記している小堀流細工人形の流れを組む、白水家とは関係がない。中野苔系譜、中野琴規符への聞き取り調査、及び、博多人形商工業共同組合、博多人形演隔史2001年3月 P116、大山積みの神社資料館展示室内、警符掛け軸、中野苔投資人形師系譜一旦途絶えた、総七役は、その後、 安高知福岡県知事の命によって、中野子一衛が、総七役を復刻制作し、中野子一兵衛、勝み系等に製法が伝えられている。博多人形商工業共同組合、博多人形園各市2001年3月 P162、博多人形商工業共同組合、博多人形園各市2001年3月 P2 から3、ありがとうございます。